上地くん、まなみくん、行くよ。それよし、あーあれ、いた。あ、大丈夫坂道くん。あー、おでこピンポン玉の跡がついてる。ごめん、なかなか難しいね卓球。普段やらないからね。まあでも温泉といえばこれなんでしょ。どう坂道くん、卓球は楽しい？まなみくん。俺も。背景、牧島さん、僕は今東堂さんのご招待で冬の箱根に来ています。僕とまなみくんの山上の称号をかけた勝負は雪で決着がつかず、夏のインターハイに持ち越しになりました。体の冷え切った僕たちは東堂さんのご厚意でご実家の温泉宿東堂庵に立ち寄らせていただいて。どうだマナミ、メガネくん。あれ、東堂さん着替えたんですか？やっぱりその東堂庵のハッピーお似合いです。うむ、そうだろう。お前たちもなかなか決まっているぞ。格調高き我が東堂庵の浴衣が。坂道くんとお揃いだし、いかにも温泉って感じでテンション上がりますね。これすっかりお借りしちゃって。それにここもお客さんのいない時間帯だからって僕たちの貸し切りにしてくださって、何から何までありがとうございます。なーに、遠慮はいないよ、存分に続けるがいい。勝負にはそれなりの環境と何よりふさわしい格好が必要。ロードレースにはサイクルジャージ、温泉卓球には浴衣。かつて俺とマキちゃんもこの浴衣に身を包み死闘を繰り広げた。気づけば7勝7敗、次で必ず決着をつけると強い決意と共に挑んだ最終戦。じゃあ今度は僕から。行くよマナミくん、それ。うまいうまい。はい、こらー、お前たち何をしている。卓球ですけど。そういうことではない。かつて俺とマキちゃんが魂を削って高め合ってきたというのに、なんだそのざまは。まるで気合が足りんではないか。えい、もっと腰を入れろ。町内会の交流試合や幼稚園のお遊戯会ではないのだぞ。いや、だってただの温泉卓球じゃ。ただの？それは聞き捨てならんな、マナミ。温泉卓球とは常に真剣勝負。仕方がない、この俺が手本を見せてやろう。さあマナミ、メガネ君、まとめてかかってくるがいい。1対2ですか？大丈夫ですか東堂さん。この俺を誰だと思っている。俺はこの箱根に古くから続く老舗の温泉宿東堂庵の嫡男、東堂陣八だ。まあ東堂さんがそう言うなら、じゃあ早速行きますよ。それ、俺の一撃は山さえ眠るスリーピングビューティードライブ。いつの間にか東堂さんのレシーブが決まってた。すごい、ピンポン玉に抜かれたのに全然気づかなかった。気づいた時には球は彼方だ。さあビシバシ行くぞ。てーい、わっ、わっ、わっ、あっ、